楽しくやってんのに邪魔ばっかするからさ、規制なんか食らうわけないでしょ。中途半端ってね、ガチャガチャ邪魔をしてくるんじゃん。だってそうやってコメントで通報したりとか。こんにちは。そう、今日はねしてない。あら、残念ね。普通の格好で。普通の格好で。そう、ちょっとあんまり近づかない方がいいです。あ、ごめんね。じゃあね、今ね、うんこの匂いがするスプレーっていうのね、服にかけてるの。どうなの？だ、危険、近づくと。危険って？臭いスプレーをね、撒いてるの今。近づかないように。匂わないですか、そこにいて。ここら辺で撒いてんだけど、ちょっと嗅いでみる？本当に。お母さん鼻が悪いから。ほら。そう？そう、あんまり全然感じない。感じない。男が寄りつかないような匂い？いや、寄りついてくるんですよ。好き者はね。花粉症だから鼻がいかれてる。あ、花粉ね、今年多い。臭いかだって。いや、みんなか。臭い匂いのスプレーをしてるから。やだ、みんなに言うかな。ごめんね。みんなね、お花綺麗ですね、これね。最高でしょ。最高。すごいね、桜も、しだれ桜。あのよとか言って宣伝してくれてるね。めっちゃ綺麗じゃない、これ。あ、臭い。匂いすんじゃん。やば。家の中うんこの匂い。うわ、臭い。やばい、外、やっぱり、狭い方が匂うね。めっちゃうんこなんだけど。1,2,3,4,5,6万円。大丈夫だね、下ろさなくてもね。6万1,000円で、あっちでホテル代6,000円払うから大丈夫だね。ありますと。 OK。 カード類も46かね。で、これ今回のミッション、大分でのミッションね。大分で、大分、大分ぞっていうミッションがあるんでね、これね。大分よというね、地獄の温泉とこで言うっていうね。うん。これは今回のミッション。何時って聞くってことは今日は暇があるってことじゃないの？ねえ、俺とか友達なんだからさ、手伝ってくれてもいいじゃん。リア友なんだから、高校からの同級生なんだからね。こんな私がわがままなの知ってるし、ねえ、ちょっと助けてくれてもいいじゃん。うん、天狗とかじゃなくて、お友達なんだからいいじゃん。助け合いでしょ、これ。お互いに困った時は助け合うって感じでね。そうじゃん。うん。だって前だってどっかに送ってもらったよね。あん時はどこまで送ってもらったんだっけ。東京に送ってもらったんだっけ。なんかね、配信の用事で。彼には何を返してるの。笑顔になることを返してる。私と一緒にいると笑顔になるんでしょ。素晴らしい贈り物。お金にならないな。お金で買えないものを私は返してるって感じ。ねえ。
ダッスくん今連絡来たよ。じゃあ、はだちゃんはキャンセル。即効性があるのは多分ダッスじゃない？家近いし、今起きたところかな。すぐ12時までね、来れるよ。うん、体調悪かったらだって「はい」なんて行きましょうなんて言わないじゃん。だって治ったんじゃないの。うん、はあ、よかった、確定って感じ。優しい人出す。成田まで送ってくれるんだよ。4時間往復行き帰り。4時間だからね。ひどい。じゃあ、はだちゃんはね、もうキャンセル。はだちゃんは忙しいみたいな。30分ぐらいで着きます。だって今から。すごいね、この。ちょっとはだちゃんにはね、送っとくよじゃん。足見つかったからってね。うん。足見つかったから次回みたいな感じでねえ。じゃあ、断ればいいの今。ダッスに連絡してもう断るじゃん。ねえ。断った方がいいの？断んないけど。楽な方を選ぶんで、私はね。楽していきたいタイプだから。ね、ダッスに送ってもらった方が楽じゃん。隣で寝てられるしさ。で、配信もできるし。タバコも吸えるしね。最高の環境じゃん。ダッス君送ってくれるっつうんだから。やっぱ晴れだからもう帰り誰かに送ってもらおうかな。だから帰りは肌ちゃんに迎えに来てもらおうかな。ねえ。行きは出す、帰りは肌ちゃんで。羽田の方が近いからね。帰り、ご飯一緒に食べればいいでしょ、帰り、焼肉かなんか。ね、行きも出すとご飯食べて、帰りは肌ちゃんとご飯食べればいい。出すがキャスをやり始めた、ほら。いいじゃないの、こういうのがいいんじゃん。うん、うんこの匂いのもんずりを迎えに行くってね。はだちゃんウキウキ気分で待ってた。そうなの？うっそ。ちょっと待って、ね、LINE してみるね。あれ行かなくていいの OK だって。不在着信が来てね、11時に。モテる女つらいね。確かみんなで取り合ってんだもん、私のこと。空港に送ってくのはどっちかって、2人の男がさ戦い合ってんだからね、私を取り合ってね。私だって選びにくいよね、そう取り合う、取り合われちゃったな。うん。ごめんね、なんか具合悪いの。いやいや、昨日目がちょっと痛かっただけですけど。目が痛いの。ここに防犯カメラつけたの。そうなんですよ。今。ほら。不審者風に。何、なんで見つめ合うの。何。いいの、2時間かかって往復4時間ってなって。本当にちょうど何もなんか。比較なかったの。何やろうかなって、本当に迷ってたの。ああ、そうなんだ。じゃあちょうどよかったね。いいんですか、そんな、手ぼい企画で。いや。あ、びっくりした。ちょっとここ無理やり止めちゃった。いや助かった。最初お友達に頼もうかなと思って。はい。
なんだよね。ナイス、ナイスしてる時なのに。いや、大丈夫、大丈夫。全然。ナイスしてるのに。ナスワークでやって、まあ、ツイキャスね。ツイキャスです。